今キーボードの X の部分を引っこ抜いて別のキーを指してですね、 X ボタンが押せないような感じにしてるんだよね今こう引っこ抜いてあんのねでこれちゃんと理由があって、全部まあエスケープキーはそんなに押さないからとりあえず可愛いからここに刺しとこうっていうのと、キャプスロックは押さないように目印としてここに置いたのと、 X ボタンは僕メロダインっていうソフトを使ってるんだけど、コントロール X ボタンでそのメロダインを閉じるっていうキーになってんのね。だから間違って X ボタン押さないように分からせるためにシュークリームを刺してますここに。それは設定で変えられると思うよ。そうかもしれないけどさ、もう手が覚えてるからさ、なんかこうした方が早いかなって、情弱の僕はそう思ってここにシュークリームを刺すことにしたんよ。